こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。今日の内容はですね、パナソニックが新しく出したラクシーナの新商品の情報をお届けしたいと思います。ラクシーナ、新色が可愛いんです。何それということで、パナソニックがですね、この2022年8月から受注を開始して、もともとデザインにやっぱり定評のあるパナソニックだったんですが、最新のトレンドをグッと入れて、そして、 え、あの天板もそう変わったんです。どこが変わったのか楽チナのポイントチェックしてみてください。山さんショールーム行ってきましたよ。で、まず一番大きいのは何と言ってもここじゃないですか。もうずっとずっとキッチン選びは天板が大切っていうふうにずっと言ってたらメーカーがそれ見たわけじゃないんでしょうけどう、やっぱり天板、さらにそのハードで傷がつきづらい濃い色のカウンターが追加になったんです。これ見た瞬間、あれ グラリオ感かと思ってさ、ちょっと違うんですよ。グラリロってちょっとレザー感あるんですけど、それとは質感の違う。もう少し何かこう表面自体の質感も違う。そして傷にも強い。濃い色の、なんといってもここ、マットな素材。なので、木質系やタイルなどのこういう異素材との相性、バッチリ。 フ,ロえー、フリオカウンターっていう名前で、ダークグレー、そしてミドルグレー。これが最高級で一番上に来たんですよ。で、表面コードここですよ。6H。グラリオカウンターは 9H というところで言うと、ちょっとあえて差をつけたのかなと思うぐらい。でも、 6レンチあったら、だってステンレスが2から3 h の表面硬度。表面コードっていうのは、2から3 h の鉛筆で、山崎って書いて、えー、山さんって書いたら、傷がつく。そんな感じです。つまり、6 h の鉛筆でようやく傷がつくぐらいということ、かなり硬い。ということで、一般的な人工大理石、やっぱり表面は傷がつきづらい。それがマットで濃い。なので、このグレイッシュなカラーの扉って最近のトレンドじゃないですか。マット系。そして、このカマチこの辺がやっぱり、 彼に仕上がっているんですなので今の人気の、まあ、リビングの家具なんとも相性バッチリということでこのインテリア性コーディネート力アップしたなうーん山さんの見た印象ですよパッと見た時にラクシーなんてちょっとこう今まで L クラスっていうのはちょっと上質な高級なであえてちょっとポップに作ってるのかなっていうぐらいあえて抑えめのところがちょっとそれだけ見るとあれ,これ L クラスじゃないのって思うと思います。そうなんです。そうなんです。つまり L クラスがラクシーナのこデザイン雰囲気を持ってきたっていうのが分かりやすいんではないでしょうか。それがまさにこのマット帳、木目帳、えー、この辺のカマチ組にカウンター。なので、この暮らし直せたコーディネート提案って言って、例えば対面でね、カップボードが見えたオープン棚、これ見える側じゃないですか。で、この辺がやっぱりとってもおしゃれこれ、この カープボードの裏側にアイランドっていうかペニンシャのキッチンあったんですけどでもやっぱり見えるところって普段こっちの方がドーンと壁面に見えるわけですよこの背面収納もオープン棚でそしてちょっとこう扉のこういった半扉のような ものそして色目も違う。この辺って中級クラスってより高級クラスキッチンっていう感じ。セミオダーキッチン。対面キッチンのリビング側や背面収納、クラスに合わせて飾るように収納。これだからあれですよね。対面のキッチンのコンロの背面の棚とかオープン棚のよりも使える。このラックなんかも組み合わせなんかが楽しい。おしゃれ。 そして、ここですよ。結局、このブラックアイテムってハンドル取ってはあったんですけど、ライン取って。こちらの、えー、あえて、えー、ライン取ってを持ってきたり。そして、細かいことですよ。細かいことですけど、クッキングコンセント。これも、ちゃんとブラックご用意させていただきました。ということで、実際にこの、えー、この、コンセントが付くと。 このハンドルのタオル掛けなんかがなかった。それ用のフックなんかもね、これちょっと写真に入ってないけど、つけて、細かいところまでラクシーナが保管されてバージョンアップ、ライントッティア、クッキングコンセント、ブラックが登場。このカウンターや扉のカラーと合わせやすい。これがカスタマイズできるんで大きなポイントです。さあ、最後、推薦かなこの推薦11月発売予定なんですけどね、これ手前でオーブン。今で上だったじゃないですか。これちょっと、 この手前で、えー、ずるい、それが良かった、と思うあなたもいる。パナソニックファン結構多いんです。ヤワンさんのところで、この直流とワイドシャワーの切り替えも簡単。11月なんですけれど、まだ、まあ、発売前ですが、商品選びの際は検討してもいいんじゃないでしょうか。直流サラサラワイドシャワーといった内容でした。まとめいきましょう。ここですよ。 パナソニックってはデザイン。もうとにかくね、他のキッチンメーカーはやっぱりパナソニックのデザイン力っていうのはやっぱりトップデザイナーが入ってるなっていうか、ね、洋服でもちょっとデザインがいいものって違うじゃないですか。それとしてキッチンの中で一番どこがデザイン上手パナソニックです。これはもう色の感じからすると。この辺ってやっぱりね、うん、流し台メーカーとはちょっと違うなという感じです。なので、それをより活かすためにこの濃い色のカウンターが追加になったり、グレッシュカラーの扉で、 コーディネート力は提案として黒いハンドル取ってなんかのブラックアイテムと追加されてフロントセンサーも内蔵です。デザイン、空間、コーディネート力。この辺の情報ご存知だったでしょうか ということで、リフォナビ 99.、99.9%は、リフォーの素人、どれを選んだらいいかわかんない。えー、パナソニック、タカラ、クリナップ、トート、うん、リクシル、どれを選べばいいの私、なんて方。9月16日、リフォナビと称しまして、ヤマさんが今までのこの27年間の知識、このツール、内容をリフォーム会社選ぶのポイント。そして、どのようなステップでやるのか、見つかる、つながる。一番いいのはね、一時情報。一時情報、生の情報なんですよ。ヤマさんは、 えー、LINE 公式にどん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 いろんな情報がリフォナビの前身となるこういった LINE 公式の中において入ってきています。それを皆さんに YouTube でお届けすることによって多くの内容、失敗しないリフォーム、リフォームの失敗、ぶっ壊せリフォーム詐欺、ブラック企業、やっぱいろいろ情報がないと引っかかります。ということで、お金、金融、えー、そういったリテラシーがあるように、リフォームリテラシー、この辺がやっぱり失敗したくない。ハウスメーカー。 ちょっと高い、ぼったくりみたいな感じで思う方来ますよね。じゃあどうやって、その、一番いいのは、町場のリフォーム会社。どうやって選べばいいのどこを、どこのように抑えていくその品質の基準みたいなものを担保したいですよね。ということで、この情報。まさに、実際使ったリフォームした方の生の情報。だからこそわかる。 あなたの生活、こういった引き出しの中、どのように変わるのか、LINE 登録で定期的にプレゼント配信していきます。ぜひ、山さんとお友達になっていただいて、この概要欄、YouTube のこの三角形のマークポチッと押すとね、題名のところ、ピョーンと出てきます。ここ、LINE で気軽に聞いてみよう。そこでポチッと押してお友達になってくださいね。プレゼント動画、お届け中です。では行きましょう。いつもの通り、行きますよ。せーの、必ずできる、いってらっしゃい。